こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきまして、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。現在ですね、えっ、ー、と、持ち巾着っていうデザインのですね、巾着の,あの隙間ですね、あれをね、解消していることをね、ずっとね、もう何日かかけてやってきました。それでですね、いろいろね、もうね、あの、いろんな出来上がりのやつをほどいて、で、やり直して、こういうやり方、ああいうやり方とか、いろいろやった中でですね、今回で、 やっとですね、私が負に落ちる感じで、えっと、隙間がね、埋まってきましたね。このやり方になりました。あの、前回ね、ダブルステッチだったのをね、シングルですね、やっぱりね。で、えっと、ダブル、あの、なぜダブルにしたかっていうと、ここがちょうど縫い、縫い口がですね、あの、ミシンに引っかかってね、ここが空きが少なかったんですよね。なので、もっとね、下に下げました。で、やって改良したりしてですね、まあし、 シングルでも当て陣してあるのでね、もうこのシングルがいい場合はもうシングルでいきますね。あの、そこに力がかかるとかいうお話もしたんですけど、まあそれは全体に言えることでね、やっぱり時と場合によってですね、今回の場合はその方がいいなと思ったんですね。で、本3冊入れた感じでちょっと持ち上げてみたりしたんですけど、あの隙間がね、もうあの解消されていますね。もうこれでちょっとあの、腑に落ちました。そして、あの、前にも言ってた横幅を狭めて、このも、この状態で バックとしても持てるみたいな中にしまい込んであのこの取っ手をですね内側にしまい込んでもいいし外側に出してもいいっていう感じの両方できるような感じで出した場合は今度あのごちゃごちゃしなくてすっきりしてしまいますので隙間から覗くとちょっとあの見えちゃうんじゃないかっていうのもかなり解消されていますちょっと持ってみますねこういう感じです隙間なくなりましたよね これですね目指したところにやっとたどり着けた感じがします。まあもちろん巾着袋なので全く空いていないってことはないんですよ。あのそうなんですけど かなり安全な感じになったと思いますので、うん、と悩む不安とかですねそういうのが気持ち的な面でも,もうだいぶ解消されたんではないかと思いましてちょっとね今回ここで一旦ゴールにしたいと思いますでこれ以上のことをやろうとすると,、うん、と例えば寝坊ブランドのものをね一流ブランドですけど研究させてもらってちょっと見させてもらってるとですねあの研究って言っても見るだけなんですけどあのとりあえずの軽い研究なんですけどねあの フラップになんかマッチをつけるみたいな感じでね、あのそうするとより隙間が解消されるというのは、ちょっとそれはね、私のデザインの場合は、そのブランドさんは、えっと、なんか、 リュックだけの機能なんですよね。だけど、私の場合、これトートーバッグも兼ねますので、ここ立体的な蓋にしちゃうとですね邪魔臭く,くなるんですよね。なので、やっぱりぺたんこの方がいいんじゃないかと思うと、やっぱりここで一旦ちょっとね、あのゴールにするっていう感じで解消ができたということになります。まあ、生地が足りない分、こうつなげてね、パッチワーク的な感じにやって、 やったりしたんですけど、かなり多く生地も柄の部分が使えましたので、一番最初のなんかね、ちょっと柄物足りないなっていう感じよりは、かなり華やかにもなったし、可愛くなったんじゃないかなって思いますね。これはね、友人の,のものなので、お預かりしてちょっとね、あの、お直ししているやつなので、またね、あの、お返しすることになるんですけれども。それでですね、えっ、ー、とですね、ちょっと場面もう一回ちょっと戻りますね。 はい。えっ、ー、とですね。これの位置もね、ちょっと変えたことをね、お伝えしますね。これ、これですね。これ一番下に一回持っていったんですよね。最初上から縫い代込みで10センチだったのを、もう10センチ下の一番下の方の20センチの位置につけたってところでスタートしたんですけど、改良を。でもそれをやめて5センチもう一回上にのあの戻ったんですよ。 ということは上からは15センチということになりまして、上からの15センチの位置のこの出来具合とこのフラップの兼ね合いがすごい、あの、ちょっと良かったです、今回ね。そうすると、あの、このフラップもね、長すぎないんです。ちょうどいい感じになったし、なんかフラップ自体のデザイン性もあるかなとやっぱり思うので、ある程度も見せてもいきたいし、覆う感じの機能も果たしたい。なんだけど細すぎて、えっと、 隙間もまた相手は欲しくない。という感じのね、なんかね、すごいいろんなことがね、もうがんじがらめの感じの中、試行錯誤しまして、で、今でもね、本当はですね、これね、間、ちょっと本当は広すぎるんですよね、これね、取っ手のど真ん中に入る感じじゃないですよね、ちょっと外にはみ出てますよね。なんだけど、実際使っていく中でっていうのと、あとあ、生地にもね、ボリュームのある生地と、 薄手の生地とあって、もっと薄手の生地でやる場合なんかに、あの、このままでいった方が、その生地の場合だと、ちょっとスッと通ったりっていう、ね、ちょっとなんかね、動きによって、実際は本当は長いんですよ、これ。あの、取っ手のところまで突入してるんで。だけど、これ以上やっちゃうと隙間が空いちゃうっていうのもあるので、 これぐらいにしといた方がいいのかなと。で、常にいつもこのリュック蓋した状態で巾着縛って取っ手で持つ感じにするかっていうと、あれはそういうこともできるよっていうのの一つになるので、ちょっととりあえずこれでいってみます。うん、ということですね。なんかいろいろ兼ね上がってね、あまりやりすぎるとちょっとあの、やらなければよかったってなっちゃうんでね、あの、蓋もね、大きめの方が存在感あってかっこよかったりするんですけど、この大きさ、かっこいい感じの一番 あのいい感じになるのかなって今まで見た中では思ったのでちょっとねこれで一旦感染完成したいってもう本当に良かったですあの。ちょっと何日か,か,かっ でやっていろいろ考えましたけどこんなにいろいろたくさん研究をねの機会をいただきましてねとてもねありがたかったです。でここから写真になるんですけれどもあの上からね3冊の結構ぶっとい本を持ち上げているんですね。それが背中に背負ったのと同じ感じの圧力かなと思ってかなり口が閉まっているところをいろんな角度からちょっと見てね写したんですけどあの不安がねだいぶ解消されてますね。こういう形になっていくんですね。 なんか最初とデザインがね、だいぶ変わってきて、これでなんか結構私も腑に落ちた感じになります。で、さっき言ったみたいに取っ手を付けたままでこう蓋を閉める場合と、取っ手を中にしまい込んで蓋を閉める場合と2つやれます。はい、ということでね、あの、ちょっといろいろな種類のメッシュの感じをやってきまして、 あの、それがね、一旦ちょっとここで終わったりします。で、私はですね、この後、あといろんな、今までのこれこ、これでちょっと完成的な感じになったので、直すやつを直していくっていう感じにして、ちょっとね、改良を、あの、これとね、同じように他のもやっていくっていう作業をしばらくね、やっていきたいと思います。どうもありがとうございました。